エアバス A380 に搭載された GP7200 エンジンアライアンス GP7000 は航空機用の大型ターボファンエンジン。エアバス A380 に採用されている GE90 のコアエンジンと PW4000 の低圧システムをもとに構成されている。ゼネラルエレクトリックエアクラフトエンジンズとプラットホイットニートが50%ずつ出資して設立した。 エンジンアライアンスによって開発された。もともとは、ボーイングの商用航空機部門である、ボーイングコマーシャルエアプレーンズが開発を、検討していた、ボーイング747の胴体延長型 747X に搭載するエンジンとして供給する予定であったが、747X の開発が中止されたため、エアバスの A380 に搭載するエンジンとして、 開発が進められた。地上でのエンジンテストは2004年の4月に始められ、A380 に搭載されてのテストは2006年8月14日に始められた。アメリカ連邦航空局は2006年1月4日に商用での使用資格を認定した。2006年8月25日に A380 から861テスト機が GP7200 を搭載して、 初めての飛行を行った。トゥールーズを飛び立ち、再びトゥールーズに戻る4時間の飛行であった。テストは、ナセル、巡航速度、操作について行われた。また前日には離陸中止テストが行われた。競合するエンジンは、ロールスロイスホールディングスのトレント900シリーズである。トレント900は、エアバス A380 が、 まだ A3XX と呼ばれていた1996年、当時に搭載エンジンとして採用され、A380 の顧客のほとんどに選ばれた。しかしながら、その後、A380 のエンジン市場に参入した GP7000 は、シェアを48%まで増加させた。シェア増加の一番の要因は、アラブ首長国連邦の航空会社である。 エミレーツ航空が総販売機数の3分の1に、当たる45機もの A380 を GP7000、搭載型として発注したためである。GP7200 が搭載された A380 は、型番 A380 から 86X なども、部品の生産に関わっている。出展、フェデラルアビエーションアドミニストレーション、ティールグループコーポレーション、 ハットエンジンアライアンス GP 七千二百パワード。A 三百八十 w w w f l i g h t g l o b a l c o m ハット FAA サーティフィケートデータシート www.airwebfaa.gov。ハットエンジンアライアンス GP 七千 w w w t e a l g r o u p c o m ありがとうございます。